こんにちは、天然酵母パンゾーの椿ルミ子です。今日は、パンゾーの自然発酵についてお話をしたいと思います。パン作りって発酵機がないとちょっと難しいのかなとか思われている方もいらっしゃるかと思うんですね。まあ、そういうふうにね聞かれることもあるんですが、私のレッスンでは発酵機を使わないで、自然に、まあ、部屋の中に置いといて自然に発酵させるっていうことを、おすすめしています。まあ、それは天然酵母だからできるということもありますね。ゆっくりゆっくり、発酵機の温度よりも低い温度で、室温ですからゆっくり発酵させていくとうまみが出て美味しいパンになるっていうことをやっぱ長年の経験から分かってきたので、この方がいいなって、やっぱりそれの方が美味しいなって、まあ、自分の経験から思うようになり、生徒さんにもおすすめしてレッスンでもそういうふうにやっています。自然って、私も畑をずっと何年かな、4、5年ぐらいかなやってきて、いろんな作物を作ったんですね。それも山の中ですから、猿とかイノシシとか鹿とかもうすごいんですよ、被害が。そのお話はねまた別の時にしたいと思いますけど、それと戦いながら作物を作ってきましたが、作物もそうなんですけど、自然界って猶予が長いんですね、あるんです。機械を使うとどうしても何時何分にこうピーッとなって次の工程に進んで、じゃあ次こうして何分まで置いて、次はこうしてとかっていうのがこうね区切られちゃうんですけど、自然の流れに任せると、例えば種をまかなきゃいけないとか、あけぼの大豆っていうね美味しい大豆が山梨にはあるんですけど、それをまくのは何月何日頃が適当っていうふうに言われてるんですね。でもその何月何日をきっちりじゃなくてもいいんですよ。もうその猶予は 4、5 日間ぐらいあって、まあその間にまけばいいやぐらいな感じで、絶対この日の 何分にやらなきゃいけないっていうのがねないのが自然っていいなってずっと思ってて、でパンとかお菓子って分量が結構きっちり決まってるますよね。パンはね、うちのパンは決まって、そんなに決まってない、緩いんですけど、お菓子はねちゃんと何グラムまで測らなきゃいけないっていう風に皆さんもこう固定観念っていうかね、そういう観念があると思うんですよ。でそうしないとね失敗しちゃうとか、今までね失敗してきたっていう方も多いと思うんですけど、そうじゃなくって、自然の流れに任せるパン作りっていうのができたらいいなってずっと思ってて、でその畑に学ぶパン作りっていうんですかね、自然の成長に学ぶパン作りっていうのが昔はねできてたと思うんです。何かのきっかけでパンが発酵するっていうことが分かって、それをじゃあ焼いてみようかって、まあなんてこんな美味しい膨らみができたんだろうとかね、そういうことで積み重なって、まあ、レシピっていうものが開発されてきたんだと思うんですけど、まだまだね開発途上国と言われるところのパン作りって一等友達が教えてくれるんですけど、すごくこうワイルドなんですよね。でも美味しいっていう、そういう薪で炊く、その石窯で焼くパンとかもワイルドですけど、そういった流れに任せるパン作りっていうのを、まあ、自然発酵ってレッスンではね自然発酵っていう形で、行っていて、まあ、そのためには自然のこの湿度であるとか温度とか天気とかに非常に敏感になってくるんですね。今天気予報があるので明日の天気は肌で感じようとかあまり思わないと思うんですけど、昔は空の様子を見たり月の様子とか、あと星の出具合とか風の流れとか湿度とかで、明日は雨かもしれないとかね、なんかこう雪になりそうな空気感が漂ってるとか、いろいろね感じてきて予定を立ててきたと思うんですね。でそれが情報があまりにも多くて失われてきているので、そういうパン作りをしているととてもね敏感なこの人間本来のなんか感性みたいなものが戻ってくるなっていうのも一つ感じてるんですよ。
まあ、それもね、あの慣れですけど、あのこのくらいパンが膨らんで、あ今日は湿度がこのくらいだから、あこのくらいの膨らみでもういいかなとか、あの慣れてくるとね、そのパン生地と仲良くなるっていうか、あの酵母菌と仲良く、酵母と仲良くなるっていうか、そういう感じであの感覚として分かってくるようになってくるので、それも面白いなって、それも一つだなっては思ってます。で、大体あの一次発酵はあのうちのクラスでは、まあ、ドライイーストはあの発酵時間が短いので、その場で練って、発酵させて焼くっていうことをね、レッスンでされると思うんですけど、天然酵母は大体平均で、まあ、5、6時間はあの一次発酵にかかるので、レッスンではできないんですね。あの日が暮れてしまうので、なので一次発酵はね、私の方でやっています。で、生徒さんにはあの生地をこねて持って帰ってもらって、お家で発酵させてもらうんですけど、その時にもあの夜練って、お家でやる時はね、夜練って、そのまま室温に置いて、朝起きたら発酵しているような状態っていうのを、まあ、イメージして、まあ、一般的なあの発酵時間としてイメージしてもらっています。そう、あの楽々なんですね、その方が。きっちり 何分に発酵が仕上がるので分割しなきゃいけないとかって言うんじゃなくって、結構まあ猶予があるので、自然の流れに任せて発酵したなと思ったら発酵止めることもできます。今あちょっと焼けないわと思ったら、そういうこともね、あの裏技としてもできますので、あ天然酵母っていいなって、そういう面では思ってます。はい、ちょっとね長くなってしまいましたが、今日はパンゾーの自然発酵、室温に置いてゆっくり発酵させようっていうお話を、してみました。ぜひ皆さんもね、生活スタイルに合わせて発酵させてパンを焼くことができるので、あのやってみていただけたら、パンを焼くっていうハードルが下がるかなって思ってます。はい、それでは、今日はこの辺で、はい、では